冒頭にお話ししましたように、今後の政権戦略についてのお考えを各候補の皆様から3分間ずつお願いしてまいりたいと思います。冒頭発言から順番を1つずつずらしてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。それでは岡田候補よりお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほどの話と少しダブりますが、私は3つ必要だと思っています。1つは政策、旗をしっかり掲げることです。そして2番目が党改革、そして3番目が戦う民主になるということです。でまず政策は先ほど申し上げました、成長プラス分配、ここについてきちんとした政策を打ち出していく。特に格差の是正、分配のところについて我々はいろいろ今まで言ってきましたけれども、それを一つにパッケージにしてより分かりやすく打ち出していくということが民主党の旗を掲げることになると思います。そしてもう一つ、先ほど言わなかったのは改革です。民主党は未来志向の改革制度、地方資源改革や年金改革をはじめとする社会保障制度改革や、あるいは行財政改革、さまざまな改革政策の旗を振ってきたのが民主党。その姿勢が少し弱く見られている。政権与党を経験した者として、もう一回この改革政策を磨き上げて、そして改革の旗を高く掲げる、これも民主党の政策として必要なことだと思います。2番目に大きな柱は党改革です。ここについては私は党改革創成会議の報告書に基づいて党改革300日プランを作るということをお約束しています。特に大事なのは、まず民主党をもう一回ですね、原点に帰って女性や若者や、あるいは地域の人々や NPO、NGO の人々や多様な人々でもう一回民主党をしっかり作り直していかなきゃいけない。その改革をぜひやらせていただきたいと思います。特に私は女性がこの民主党を作り変えるときのキーワードだというふうに思っています。その上でまず目の前の統一地方選挙、そして参議院選挙、ダブルかもしれません衆議院選挙、それに備えてしっかりと候補者を擁立し、統一地方選挙も目前ですから候補者の支援をもう一段しっかりしてですね、まず地域でしっかりと当選者を確保していく、そして参議院衆議院、そこで結果を出していくんだと思います。さて3番目は戦う民主党と言いました。まず国会で代表が先頭を切って安倍総理と党首討論や予算委員会でしっかり議論しなきゃならない。もちろん議論するためには政策の裏付けがいい。野党第一党として総理大臣と堂々対峙していく中で国民の皆さんにもう一回民主党を認めていただく、そのことが統一地方選挙の結果にもつながってくる、私はそう思います。その先頭に立つ、私は昨年の予算委員会でも6回か7回安倍さんと議論しました。まあ、負けたという気持ちはあまりありません。自信あります。しっかり先頭に立って頑張って議論していきたいと思います。以上です。はい、長妻候補お願いいたします。はい、まあ、今後の政権戦略というテーマでありますけれども、私はもう1にも2にも民主党の信頼回復ということだと思います。まあ、一つはやはりできる限り我々政治家は当たり前の話ですけれども皆様に正直にならなきゃいけない、あのマニフェストの反省があります。分かりやすさを追求するあまり数字を明確に出せ、そして期限を区切る、これがマニフェストだ、そういう世間の声に迎合して曖昧なところだったけれども数字を出してしまった、なかなか確証が持てないけれども数字を出してしまった、こういうところがあったと思います。やはり政治の世界すべてについてはっきりとテキパキと分かりやすく説明するということははっきり言ってできません。なかなか曖昧になったり、まだ今判断できなかったり、そういうことが多々あるときに分かりやすさを優先するあまりかなり言い過ぎてしまう、こういうことが私は民主党にあった、これ自戒を込めて申し上げているんですけど、これはもう皆様との対話ですから、
わからないところは今の時点ではわからない、そういうことを正直に皆様に申し上げる、まあ、政治家は全部かっこいいわけじゃありませんから、まあ、そういう姿勢をまず共有していくということが重要だと思います。そしてもう一つは車の両輪と先ほども申し上げました、徹底的に政府を監視してチェックをして追及をする野党の役割と、もう一つは政権奪還を睨んで目指すべき社会の姿を明確に掲げていく、この車の両輪を徹底的に国会やいろいろな場を通じて実行していく、特に社会の目指す姿を明確に出す、私は最終的にはこれ絵面事じゃなくて実現可能な政策を皆様にお示しをして、あ、これならできるな、そういう社会像を例えば小説とかドラマとかイメージが分かりやすく皆様にご提示をする、そして安全保障政策、原発ももう少しですね、分かりやすく型を立てていく、そしてもう一つは私の基本政策にも書きました、政権奪還本部を代表直属で作る、政権奪還は簡単なことではありませんけれども、もう今からその姿勢を見せて一つ一つ準備着手していくということが重要です、まあ、2009年の政権交代の前は勢いがありました、民主党バラバラではありません、やはり党の勢いが出てくるとバラバラ感というのはなくなる側面もあります、そして民主党どちらかというとちょっと、まあ、あんまり飲み会をみんなでやるっていうことが、まあ、自民党に比べたら少ないのかもしれない、もう少し皆さんは和気あいあいと仕事を離れればですね、接触をして、そしてそれぞれコミュニケーションを取っていくような、そういう民主党ファミリーのようなそういう温かい文化を党として作り上げるということも大変重要だと思っておりますので、なんとか頑張る、その先頭に立たせていただきたいということでございます。ありがとうございました。細野候補お願いします。はい、政権戦略ということですが、私がまず申し上げたいことはですね、明確な目標を掲げるということです。まあ、今日はですね、この金曜日にわざわざこの時間に集まっていただいている方ですが、相当の民主党のファンの方が来ていますよ、ね、ただこの会場の外に行くと民主党が政権戦略なんて言ったらですね、せせら笑う人がいっぱいいますよ。その人たちに我々はきちっと現実にやりうるんだということを示さなきゃいけない。そのためには明確に目標を掲げなきゃダメなんです。次の総選挙で政権を奪還するという目標を掲げなきゃダメなんです。私は昔からですね、ずいぶん夢物語を語ってきた。例えばですね、落下傘の行為でゼロから出発をして誰一人当選するなんて言わなかったですよ。でも私は7万票を取るんだという目標を掲げて19市町村ありましたけど、それぞれでもう村も2つあったんです。ここで何票取るか目標を決めて、そして選挙を戦って勝った。瓦礫の処理をした時もそうでした。被災地の瓦礫の処理2年間でできるわけないと言われた。しかし具体的に予算をつけて目標を掲げて全国で私キャンペーンやりました。東京も受け入れてくれた、北九州も受け入れてくれた。そして2年間でやれたんですよ。夢なんていうのは実現しませんよ。しかしそれをね、明確に目標として掲げて仲間と一緒に歩めば目標は達成できるんです。次の選挙での政権奪還、これをまず掲げます。そしてそれを実現するためには政策を作らなければなりません。私が代表になったら再びシンクタンクを復活します。そこで外交ビジョンを作ります。内政においては自立分散型国家の在り方をしっかりとビジョンとして掲げてその準備をします。これがまず政策の一つの柱。そしてもう一つは党改革をやらなければなりません。党の改革創生本部が作ったあのレポートは私も事務の役としてですね、直接関わりましたので、あれはしっかりと実現に向かってやっていきたいと思います。その上で強い政権を進むためには強い民主党を作らなければならない。党改革として3つ提案をしたいと思います。まず一つは徹底した民主的な党運営をします。政策の議論においてはさまざまな考え方の人がいるとすれば、それを一堂に会して徹底的に議論して、そして結論を出す。そして出した結論についてはしっかり従うというルールをもう一度確認する。二つ目に地域重視です。地方重視です。東京も一地方と言っていいでしょう。総支部や地方議員の皆さんの声をしっかり聞いて公認候補を早急に選ばなければなりません。そして統一地方選挙を勝ち抜かなければなりません。党本部主導ではなくて地方重視に民主党そのものの形を変えていく。そして第三に情報発信機能の強化です。政権を持っている時も
民主党の政策がなかなか発信できなかった。この体制を根本的に強化をしてですね、民主党は今これをやろうとしてるんだ、こちらの方向に向かってるんだということを国民にお知らせをする中で、次の選挙で必ず政権を奪還する、その旗を私は掲げたいと思います。どうぞ皆さん力を貸してください。よろしくお願い申し上げます。以上で候補者3名の皆さんから政権とそして特定のテーマに関するお考えをお聞きしてまいりました。